僕の友達、親が塗装の依頼をしたら、お金だけもらって足場だけ行かれて、家にその半年間放置。工事代金がいくらだったの170万。今だけ兄弟の話をしだして、妹が白血病なんだから。そうだ、本当に明日持ってきますって言って、持ってこないの。それがずっと取れてるの。給料払ってないんでしょ。妹の白血病の証書出せる？いや出したら信用できる。じゃ調べに、何度も俺が調べないの、お前が出せ。じゃあ何て言えんだ、呼んだるでさって、お前の言うように呼んだるで何て言うんだ、言ってみよ。いや、こちらこそ、もう申し訳ないです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来る目的言ったし、今考えたら一つお金ですよ、じいちゃんに出会わしたい言うてね、帰ってくれ言うてね、もう帰ったものやと思ってました。そこら辺で貼っとってね。あ、待っとったまったい。お金のことはそ一切言わない。言い方が優しいんです。はい。それに私こってり騙されてね、50万貸してほしいんやよ。葬式済ますね、この子らにもう迷惑かけたくないので、用意しとるちゅうことは言いました。ここで泣いてね、土下座してね、貸してくれるってね。過去にもお金を貸したことがあるんですか？やっぱり書いてきますね。YouTube 読むよ。全額で400万円になるっていうのは400万貸してるんですか？ですよね。私もこうお母さんとしてお涙頂戴でお金を貸しました。貸したんですか？60万。来月年金のキャッシュバックがあるから、それで絶対返します。積んだったらキャッシュバックってあるの？ってややこしいことになってるんですって言って、ずっとそれのやり取り。もしもーし。もしもーし。あ、すいません、ごめんね。はい。港区でさ、ちょっと打ち合わせが一件あるんだけどさ、こっちの方って夕方来れ。私お金なくて会社もらえなくて困ってるんですけど。どうして逃げるんですか？ください。話できないんですか？裁判してもダメなんですか？いつ返してくれるんですか？5日まで忘れてください。5日までには何回も何回も、はい、じゃあ5日まで今約束してあげます。はい、じゃあ5日まで今約束してあげます。いつ返されるんですか？あ、来月6月に入ったら返す。さっきも言いました。6月に返さなかった場合どうされるんですか？まあ、それは考えてくれるんです。考えてくれるのは誰ですか？誰が考えるんですか？300万、250万くらい。いや、6月、2ヶ月で払う。こっちでいい話よ。パクられる可能性あるっせん。いや、ないね。高速能力ないもんね。はい。まあ、警察署で喋れるって多分警察が言ったんだろうな。はい。で、あいつももう分かってるから捕まるの分かってるもんね。あ、もしもし、すいません。すいません。はい。その件で、はい。もうちょっと詐欺に遭っちゃって。それは外壁塗装を依頼されたんですか？そう。あのね、はい、依頼っていうか、はい、ちょっと弁護士にもう相談しに行って、はい。証拠っていうのがあるんで、はい。そうやって免許証のコピーとか。本人のですね。はい、そうです。はい。と、あと彼女の LINE とかも。その彼女の LINE っていうのはな、ちなみに、何があったんですか？その工事を依頼して。はい。で、塗装は依頼して、塗装は全部塗ってくれたんですけど、はい。そのやっとる最中に、最初は80万でいいからって言って、はい。87万か、そこ。あ、工事の代金がですね。なんだろう、次、材料費がなんか足らないから、はい。10万円どうしても貸してほしいって言って、必ず返しますって言って、はい。で、返して、それ最初の87万円もう払っちゃったんですか？払っちゃいました。あ、先払いしちゃっとるんだ。その後途中で、なんか材料が足らないから10万円貸してって言って、はい。そのお金が、
今まで少しずつ貸してくれたのが、はい、もう途中から、はい、もうこの日は返せないから次の週とか、はいはいはい、もうそういうことばっかりやってるもんね。まあそうですね、 みんなそうですね、被害を受け取る人。僕も今 LINE というかメッセージではやり取りしたんですけど、もう1年経って1回しか払ったことないです。 でもメッセージは返してくるんですよ、ちゃんと。で、来週中に払いますっていうのがずっと続いて、結局この1年で1回か2回しか返済してないですね。もう本当にこれこそ、はい、もう返してくれなかったら返してくれなかったらいいもんで、はい、ちょっと逮捕されてほしいなとか。そうですよね、はい、あのですね、もしよかったら僕今度お伺いしてもいいですか？あの YouTube じゃなくてですか？ YouTube もできやと出してほしいんですけど、あれも顔は出しとかなくていいんで、話だけ聞ければいいので、はい、声だけ入れるのは大丈夫ですか？声だけで例えば撮影して顔とかは何も映らない、はい、結局ですね、僕も今テレビ局とも動いとって、はい、やっぱりこういうのをいっぱい出していかないと警察が動かないんですよ。あ、そうですか。いや、警察にもだいぶ相談して、僕らあのまだ動画公開してないんですけど、はい、警察にまで一緒に行っとるんですよ。だけど結局本人が返す意思があるっていうふうで立件できないんですよね。ああ。だからこういう被害者をいっぱい集めないと、はい、警察も本腰を入れないっていうで、最低でもやっぱり10人20人って集めたいんですよね。なんとかそこも協力したいんですけど、はい、舐めてますよね。でも顔とか、でも顔とか、あの隠されて。ああ、もちろんです、もちろんです。もう全然誰があって分かんない、ただ声だけが入るような形になるんで。その動画をどこで知ったんですか？それはね、ちょうどうちね、あの主人が二階堂の YouTube をちょうど見てたところで、はい、の声だと思ってびっくりして、はいはい、なんかそういうねトラブルがあったもんだから、はい、どうしたらいいかなと思って。ああ、そうですね。どの件ぐらいの被害があるんですかね。いや、僕はもうちょっと分かんないですけど、でもこれ10件20件じゃないと思いますけどね。すごい数じゃないですかね。だって職人さんでもお金もらってない職人さんっていうのも何人か出てきたんで。私さ、はい、あのごめん引っ掛けちゃいけないんだけど。ああ、いいですよいいですよ、全然いいですよ。いいですか、あの足場やってくれる人がいて、はい、でその時にちょっと車の中から聞こえたんですよ。はい、いつ給料払ってくれるんだろうなとか言って、あ、なんか友達同士っていうか、その職人さん同士でそうやってなんか話をしたことがあって、それでちょっとピンってきたんですよ。あ、職人にも払ってないですね。で、だからいや給料払ってないんだなとか思っちゃって、ちょっとびっくりしちゃってさ。多分下請けの人間だと思うんですけどね。本人は一人でやって従業員はいないはずなんで、まあ結局なんせ相手もやり口がうまいもんで、払う意思があるっていう体ですよね。1年半も経って1回か2回しか払ってこないやつが、1万2万ですよ、しかも。で、僕はあの倉庫も借り取るところを見つけて、大家さんに話聞いたら、5年間倉庫借りてお金1回も払ってないらしいですよ。借りたその月から払ってないって。だからもう本当に筋金入りの詐欺師ですよ。で、相当こうやって固めていけば、で、ほんで結構お金は持っとるっていう情報なんで、で、花からも払うつもりないんですよね。お金がないんじゃなくて、お金はあるんですよ。だからこうやって固まって、わーっと、あの、一時期、わーっとやった時に、1回、2回払ってきたんで、こうやって固まって攻撃していけば、やばいと思って払うと思うんですよね。私もさ、そういうこと身内のことで話したら、身内のことは一切話さないでくださいってさ、はい、もう散々怒られたりとかさ、はい、彼女からにも、はい、こうもう抱えたくないからって言っても、私にちょっとね怒られたりとかもして、もう私もどうしたらいいかさ、そうやって責められたりとかして、あれされたりとかさ、向こうから。あ、そういうことですか。はい、ちなみにあの今週土曜日って何してますか？明日ですか？明日でもいいですよ。だから取ったから使うっていうわけじゃないんで、結局はまあ皆さんそうですけど、取ったものをもう一回確認してもらって、やっぱり、はい、使うのやめてっていうようでしたらやっぱ使わないですし、そういう人もやっぱおられるんですよ。行ったからって絶対動画使いますっていうわけでもないんで。あ、そうですか。はい。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。で、ちょっとカメラだけ調整してくれない？俺の方だけ必要な感じでしょうか。
ここまでは取り付けとるんですけど。ちょっとじっくりしてるんです。いやもうあれですよ。ただ買い取るだけで結局は。そうですね。拡大とか縮小だけちょっと調整して。顔がめっちゃアップですけど。あれもちっちゃい時に広角みたいな感じで。最初これなんですよ契約書は。はい。あこれ87万円。うん。うん、キーパーも出してみるかな。毎回も財布言うかもしれないですけど。まあ、いや、僕の LINE 見せましょうか。もうとにかく、2年以上、やんやんやって、相当手強いですよ。僕も、もうだってたまたま僕がなんで絡んだかっていうと、同級生の女の子なんですけど、はい、その子が僕がとそうやって知っておいて、はい、そこの親が騙されたんですよ。そうですよね。YouTube 見させて。あ、そうそうそう、はい。YouTube 見たら、の声だと思ってすぐ来て、偶然に。これ、12月1日に来てますもんね、はい、僕。あ、で、これ、返事来てないですけど。はい、それで僕もずーっとこれやりとりして、一、はい、回会おうっていうのがもう会えないんですよ、はい。最初はいい加減じゃ来週の月曜日で、はい、当日になると、ちょっと夕方の4時でいいですか、はい、で夕方の4時になるとすいません、今日やっぱりダメです、はい。そうすると俺もスケジュールずーっと開けとるじゃないですか。あ、そうですね。でもいい加減にしろよ、って言って。はい、でずーっとそれを何回も続いて、はい、もうとにかく一回も会えないです。ああはい、で、一回とっ捕まえたんですよ。はい、で、まあ、これ動画になってないんですけど、はい、それは何っていうと、あいつが使っている職人さんに頼んで、はい、待ち合わせしてもらって、ああはい、境の公園まで呼び出しして、ああはい、とっ捕まえたんですよ。ああはい、だけどあいつはもう慣れとるもんで、向こうから警察呼んで、ああで警察来たらやっぱ警察署にみんな連れてかれるじゃないですか。ああそうですね。で、結局、そのまま逃げてったんですね。あ話できん状態にして。あえ、内容はどんな感じでした？もともと塗装頼まれて。そうです。塗装窓口で、相見積もりして。あ、外壁塗装の窓口で。はい、そうです。あ外壁塗装の窓口はもう保証も何もしてくれないわけですよね。いや、もう全然連絡してないです。外壁塗装の窓口には。その中で4社ぐらい見積もって、一番安かったもんで、そこに、ああ4社やって値段が安いから。そうで決めちゃいます、ね。そうですよね。はいはい。うん。まだこの大きさで87だったら安いと思う。青と行くし、どとか検閲とか、ちゃんと見積もりはちゃんと作っとるんですね。最初は見積もりもなしで契約してくれみたいな感じだったもんで、はい、あ見積もりがなかったら契約はしんもんでって言って。ああ、そうですよね。はい。お金を貸したんですか？で、そうですね、なんで貸したのか、その時自分たちも足場やってから材料費が足らないもんで、ちょっと2、3日だけ貸してもらえばいいもんで、って感じで、すぐそれは持ってくるもんで。2、3日いいもんだって。で、奥様が人が良さそうだな。人がいいですよね、みんな。日本人得意ですよね。僕も本当いろんな人から話聞いて、ちゃんとされた方が。多分なんで40万円かっていうと、はい。だいたい他の多分これ見積もりにしたんでしょう、はい。他のとこはいくらで、うちに干したらこれぐらいにしますよ、みたいな。だいたい120万円前後だったんですよ。はい。はい。それを見したもんですから、多分40万円、予算が余っとるなって差額が、はい。勝手の想像ですけど、それは、はい。で、それはね、もう足場がかかってからいきなり。足場がかかってから、工事が終わる前に。そうです、そうです。まだ何もやってない。足場だけかけて、はい。それから結局10月にかけて10、11、12、はい、12月29日ぐらいまで3ヶ月かかって。3ヶ月間かかって。はい。要はもう職人がまともに入るんですよね。自分で塗ってますか？いや、一回もそれは来てない。ああ、なるほど。もう従業員。建設業の仕組みでもあるんですけど、はい、協力業者みたいなのを使うんですよね。はい。で、多分、あいつ自身は自分一人で動いとって、これ仕事だけ取って、はい。はい。で、職人を集めてきて、でも、しっかりしたところに頼むと、はい、お金取られるじゃないですか。はい、しっかりしたのが、はい。だから、一人親方みたいな、その一人親方は悪い、もううちも一人親方いっぱいおるんですけど、はいはい、いい職人さんだったら、やっぱちゃんとするじゃないですか。はい、だけど、なんか坊主みたいなの分からんすけど、探してきて、一、はい、日安く。聞いたには、自分の同級生で、はい、その、高校時代の、同じ同級生だって聞きました。その、従業員に。あ、そういうことですか。はい。で、もう一人若い子がおって、三人でやっとるって、その方には聞きました。あ、そういうことですね。暇の時に入ってくりゃいいや、みたいな感じで、安くしてくれとか、なんか押し込んどるんですかね。3ヶ月かかるとおかしいですからね。大体でその人も結局は、朝もう9時半か10時頃に来て、はい。で、昼休憩に入ると、2時、とか、それまで帰ってこずに、はい、で、午後から1時間か2時間やってパーって帰っていっちゃうって感じで。うわぁ。まともに塗ってるかもわからんですよね、ほんとに。ええ。だからわかんないね。まともに塗ってるかどうかも。ちゃんとこれ塗れとるかどうかもわかんなくて。
足場外してもらうのも、結局、わー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 言って、もう今年中に外してもらうのは困るもんで、って言って、12月29日に足場が来て外して、それでまだ終わってなくて、ベランダとか。塗装が。はい。3ヶ月経って。はい。ほんで、正月明けに、絶対塗りに来ますんで、足場ないとこだ、もうなくてできるからって言って、塗りに来て、その後、逮捕されたんですよ。あ、本当ですか？はい。それはもう間違いないです。1月11日だったかな。たまたま逮捕された時にお金を返してもらう予定だったもんですから、はい、電話を自分がかけたんですよ。女の人が出たんですよ。はい。そしたら今、警察が来とる状況で、変わってくれって言ったもんで変わりましたって、彼女です。彼女か同居人か今わかんないですけど、はいはい、捕まって連れてかれたもんでって言われて、はい、金貸しとるもんで返してもらいたいんですけどってその彼女に言ったら、はい、また後日連絡しますって感じで、何日間経ったら謝りに来たんだよね、なんか貸し折りのって、その彼女は、あ、彼女は、はい、あれどういう関係ですかって聞いたら、一応彼女みたいなことは言ったけど席も何も入れてないと、ただ一緒に住んでる、一緒に住んでる同居に、一緒に住んでる場所は特定しとる、あ、はい、うちらもそこも、そう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 、これね、LINE が入ってるんですよ、この彼女から、はい。で、その時に捕まって、金返してほしいんですけどって、私は同居人だもんで、そういうことができんみたいなこと言われたもんで、はい、あ、別に、彼女から取るわけじゃないもんですから、本人から返してもいいもんでって言って、そう、本人も、60万か70万貸しとるって話なんですよ。うん、いや、なんか僕が聞いとる話だと、はい、その、動画になってないから、美容師の人のやつって動画になってない。なってないと思う。何回か撮って、撮りためとるんですけど。あ、そうなんですか。その人は、まあまあ深いところまで弁護士とかも使って、はい、財産差し押さえとか、はい、弁護士のその、なんか、弁護士に頼むとすごいお金かかるから、はい、どうせあいつは払わんからっていうね、はいはいはい、なんか財産開示請求とか、はい、なんかいろいろ裁判所とか行って調べて、はい、やって、はい、やっぱ彼女が出てくるらしいんですけど、はい、結構その人はなんか彼女悪口ぶわーって言ったんですよ。もうグルだ、あいつらはって。僕らは、もう僕は全然わかんないですけど。だからこういうのがわかんないですよね。本当に逆にすごいいい子なのか、はい、結局これどんどん訴えられちゃうと、本人がもうパクられて出てこれなくなっちゃうから、はいはい、あんまり大げさにならないように、本人は返すつもりでいますみたいな感じで来とるのか、どっちかわからんですよね、はい、これは、はいはい。本当にもう詐欺師なんか何考えてるかわからんので、はい。で、その後に、もう私では手を負えんから、国選弁護士はい。つけたもんで、その人と連絡取ってくれって言われて、はい、その人とやり取りしたんですよ、はい。で、その人やり取りして、これを書いてもらったって感じなんですよ。はい、もう相手は金持っとらんもんで、許したってくれ、2万円ずつで、はいはい、その弁護士から言われたんですよ。はい、あ、もう返してもらえるならもう2万円ずつでもいいですよって言ってくれて。そうですね。はい、うん、令和5年2月ってことは、今年の？あ、そうです、今年の2月。今年の2月ですよね。そう、だいたい出所した時、出所っていうか、留置されとっただけですけど、はい、その前後に出てきたんですよ。20日間かなんか拘留されとって。ほんで40万円貸して、はい、月々2万円払ってて何回返済してきたんですか ?5 回。あ、でも結構返済してきたんですね。はい。はい。うちの周りは全然です。うちらはもう毎日のように電話してるんです、ね。うん、電話するの。あ、マジですか。はい。あ、電話出るんですか。電話出たり出んかったり、で、出た時に優しかったり、ブチ切れたり。ああ、そうそうそう。で、病気ですよね、ある意味。その後にもまた貸してくれみたいな。言ってきたんですか？言ってきた。これ、ある状態で。あ、この状態じゃない時に。その後、40万貸してから、そのなんか電話かかってきて、どうもパチンコ屋の音がしとったもんで、はい。これ、こうやっての想像ですよ。はい。パチンコ屋の音がしとったもんで、いや、そんな金貸す金ないし、前の返してもらったら貸しますよって言って、はい、それで切ったんですけど。はぁ、うん。パチンコ屋かゲーセンか、なんかの音は間違いなく周りから聞き取れたんですよ。あ、新しく切っちゃうんだよね。そう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 。こっちがなんか喋りかけるとパーンって切っちゃって。ああ、すいませんすいませんって。はい、うん。で、いつ返してくれるのって言って、何回言ってくれ、いいんですかって言って。うん、何回も同じこと聞いてますみたいな。そう。ああ、わかります。何回、うん、それ同じこと聞いて、僕もそうです。LINE やり取りしておると、うん。うん。いや、ほんで、で、もうね、2年やっとって、なんで会えんだよ。とにかく、会えるか会えんか、はっきりしてくれって送ると、さんと話し、いやいや、俺、なんか委任されて連絡してんだから、うん、委任状も書いてもらってるんですよ、はい、その親に、はい、だから委任されて俺連絡してんだからって、その人が連絡取って会ってくれって言ってんだからって言うと、うん、いやどうのこのどうのこのってもうこいつバカじゃねえのかなって思うぐらいで、今度は本当あれですもんね、ずっとすいませんすいませんすいません、でまた今度そう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 
6日16日に全部で8万円振り込みます、はい、で結局僕らも1年半かなんかで警察沙汰になって、はい、警察をそのブワーって捕まえた時に、はい、1回3万円ぐらい払ってたわけです、はい、もうそれ以外1回も払ってきてないです、はい、でまあ取り取る方ですよ、はい、本人はお金を持ってるんですよね、持ってるような気がしますけどね、僕はねえ、そんな計算に、そうですね、あっちやこっちや、自分が言うには従業員に聞いたけど、給料遅れたことないですかって聞いたら、一度もないですって従業員は言ったんですよ。え、給料、え、私には違うよ、給料、従業員だよ、従業員、あ、うん、でも足早に、足早は払ってないね、払ってない、そう、僕らのところも、そうです、あの、あ、なんていうの、雇う最中に、ですけど、休憩中に電話しとって聞こえてきちゃって、僕らのところも足早さんがたまたま僕らも知っとるところで、あ、そうなんですか、で、あいつが使っとって、はい、なところも足早にもうとにかく撤去してくれと、はい、もうそこはもううちにまあ、はい、同級生が頼まれて、まあ、ちょっとやや安く塗り替えるわって言って、3ヶ月4ヶ月足場かけっぱなし、もっとだったかな、半年ぐらいかけっぱなし、隣の人と、しかも隣の家の敷地借り取るんで、もう隣とあのその ×××さんが揉めちゃって、うんうん、それ揉めますわね、揉めますね、もういつまでもどう足場かけとるかなるじゃないですか、金属迷惑でもね、そうですね、うん、で僕その足場屋さんと話しても撤去してくれって言ったら、うん、結局、お金もらえてないから、撤去できんと。お金払うまで俺撤去しんぞって足早さんが言ったんですけど、うん、まあじゃあいいけど、俺は×××さんから頼まれとるから、×××さんの家のもんだと思って、俺、バラしたやつ全部家に持って帰る、あの、うちの会社持って帰るかなって、言ったら、すぐ撤去しに来たんですけど、足早、でも足早さんからしたら、あの、被害者ですよね。まあそうですね。で、足早さんがいくらでもまあ電話したら、お金払わなかったらまた次の足場に電話して、うん、足場組んでくれって言いや、相当こいつはひどいと思いますけどね。もう何十件ばっかじゃないかな、詐欺や。いや、足りないと思いますよ。もっと多いかな。そうですね。で、その美容師の方が見つけとるだけで、近所だけで、もう何件もあるんで、もう本当にもうプロ中のプロだと思います。結局多分電話して明日洗います、明日洗いますって言っとくから捕まらないって感じ。そうそう、うん、なんか捕まった時には払う意思はあったって言っとるんで、うん、だから立件っていうか事件できないですよね。そうですね。僕はあの YouTube であのそれこそ僕ゴルフのコンペを塗り替え道場で開催して、はいはい、そこに来てくれた子と仲良くなって、はいはい、まあ要は遊んどったんですけど、うん、それこそ週に1回2回はね、まあ会社手伝ったり気のいいやつだから、うん、一緒に旅行まで行って、うん、でそいつが僕の皿からずっとお金抜いとって、でそれプラス、うん、まあそこら中で詐欺しようって、でそいつがその僕らのをきっかけに警察に捕まったんですけど、うん、1週間でできました、うん、それ結局返す意思があったっていう家は、うん、全部通っちゃうんで、さんとかそのもう一人の美容師の方はもうしょっちゅう警察に相談しますけど、うん、警察はもう動かないです、うん、そうだもんね、 99.99% 動かんもんね、だから弁護士の紹介とあれされただけで警察、お金払った人がなんか悪いみたいな、そういう言い方ですもんね、警察は、うん、やっぱ民事なんで貸した方が悪いっていう、うん、そうですよね、そう貸しちゃダメですよね、恐喝、うん、されたんじゃないですよねみたいな、うん、そう貸したんですよねって、うん、恐喝されたならいつでも110番してくださいって言われたんですけど、うん、それでも録音とかしてますか、電話喋ってるのは、はい、録音とかしてますか、あ、録音はしてないですね、はい、今日でも全然電話しますよ、川口出るかどうかわかんないですけど、あ、いくらでもどういうか、うん、どういうかですね、今映ってる、一応ね、あ、こっち、あ、これ撮ってる、こっちは映ってない、こっちがない、大丈夫です、あの編集もかかりますね、あの、いない使うことは絶対あの確認もありますんで20、30で6回入れますんで突然いない明日公開されるとか、いや、わかるんでさ、うちらの子、うちらもたまたま見とったら、あの詐欺で塗り替え道場さんの見とったら、あれ、はい、の声だ、で、公園で走って逃げるの見たら、あれ、あ、そうですね。あ、もう間違いないよって感じで。次回みたいな感じでしか出てないんですよね。あ、そう、予告みたいな。で、あれを一応まだ上げずに、残しとるんですけど、それは何っていうと、僕ももともと乗りかかったのは、やっぱお金を取ったろうと思ってるんで、うん、お金ちゃんと払わなきゃっていうふうで、ん、まあ取引みたいな。取引みたいな感じになっとればいいなと思って、一件で払ってきたんですよ。はい。だけどもう2回、3回ともう払ってこないんで、だったらでも、じゃあ公開してもいいけど、公開したらあいつも、もうじゃあいいやって、また開き直るじゃないですか。うん、まあそうですね、多分。公開しても多分は聞き目ないと思います、なんで。ああ、まあでもそうですね、本当に、でもその勢いですよね。うん、どう
うしてきますか。でもどうしたいなとかってあるんですか。別にお金返ってくるのはお金返ってくるのが一番いいですけど、そうですね、お金返ってくるのはもう捕まえて向こうの業界には落としくないですね。まあそうですよね、はい、まあ僕が一つ思っとるのはやっぱお金は取れた方が絶対いいなと思っとるんで、もうしつこくしつこく、これは何年かかるか分かんないですけど、まあ、そさんたちが言ってるのは、まあ、僕にとっても YouTube でやっぱメリットがあるから、ある程度お手伝いできるんで、まああんまりこんなことで毎日毎日話しとると、人生おかしくなってくるじゃないですか。気にしていくつもりだっても、その、じゃあ追いかけ取ると、もう頭の中がずっとそればっかりになってちゃうじゃないですか。そうですね。だからまあある程度僕がまあやりとりだったらやりとりしていってもいいですし、で、残り今いくらなんですか。まあ30万円ぐらい。よくでも払ってきたっすね、あいつ。相当しつこく電話したんですか。しつこく電話して、弁護士からも行ってもらって、この、はい、こっち側の弁護士なんですけどね。ああ。国選弁護士の方の。あ、ほんで最初の5ヶ月ぐらいは払ってきたんですか。そうですね。最初1回目もうすでに2月、これ2月から追加払いますだったけど、はい、払わんかったもんで、電話したんですよ。はい。そしたら明日払いますって言ったんですよ。はい。そしたら、明日じゃもう絶対ダメですよ。まあ、これもらったもんで、今日振り込んでもらわんとって言って、はい。その時で初めて振り込んできたんですよ。あ、もう今日振り込めてたんですか。明日じゃなくて今日今すぐって。あ、そしたらもう今すぐ国選弁護士の俺連絡取るもんで払ってもらえるなら、はい。あとは自分で対処してって言って、まあ多分出所して、まあちょっとビビっとったかどうかで。ああ、そういうことですね。こっちも訴えられて、多分警察ではいろんなこと何も言ってないと思うもんね。なんで逮捕されたかもわかんないですけど、3回ぐらい払って、4回目ぐらいだったかな、払わんかったもんで、うちの嫁が、彼女に電話したんですよ。はい。いかんって言ったかに電話して、はい、勝手にもうぶち切れて。はい。そしたら彼女も怒りかけて、はい。私はその人の何でもないし、席も入れてないし、はい、ただ同居しとるだけだっていうだけなので、はい、私に請求されてもらっても困る。請求したわけじゃなくて、と連絡取りたいもんで、電話だったんですよ。ああ、そうですね。双子だもんだから。ああ、そうそう、女は双子なんですね。そうそう。こっちも私もそういう風に、こっちから切れられちゃって。切れられちゃって、向こうに。はい。そしてそこに、おったか横におったかで、大揉めして、それでも、責められちゃって。川内から？川内から、彼女から。彼女からも二人。二人で。三人で。寝ないで待って、はい、で、電話、そのまま。あ、それは妹とか、お姉ちゃんかなんかが変わるんですか？そうそう。俺もその割に車にかけるな、みたいな。そう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 。そうじゃないじゃん、うん、そうそうそう。あいつ直接やってよ、みたいな。そうそうそう。ほんで、そこで、も喧嘩になって、そこで多分捕まったんですよ、また警察で。あ、マジですか？はい。DV かなんかで。彼女に対しての。そうそうそうです。だけど、その後また電話したら彼女に、この前はすいませんでしたって俺が謝りに電話入れたら、勝手に嫁が電話しちゃってって、はい、嫁がなんか電話でんようになって、もうこっちはブチ切れましたよってかけといて、一言も喋らんようになったもんでって、もう怖くて喋れんくなって。そりゃそうっすわね、そんな言われ方しや。そして、その時に捕まって、告訴を取り下げて、一週間ぐらいでできたんかな。はあ、で、その時に、私も60万貸しとるし、捕まったらお金返してもらえんでしょって言われて、はい、お金返してほしかもらいたかったら、そんないちいち言っとらずに、返しもらうこと専念して、みたいな、はあ。捕まえることじゃなくて、みたいな。女の気違いですね。うん、そうなの。だから、そういう商売してるから、はあ、私はまともじゃないと思うんだよね。多分、兄弟と3人で住んどるってことなんですよね。うん、あ、そうなんですか。違うのですかね。俺は勝手に思ってるんですけど、別にさ、双子かなんかだっていうのはちらっと聞いたっすね。うわぁ、大変なこれ。うん。やんなくて、諦めるかと思ったんですけど、まあ、金はいいか、貸したら帰ってこない、帰ってこんでいいかと思ったけども、イライラして。まあ、そうですよね。まあでも、本当にもう、僕もなんか、私も言ってるけど、あんまあれさってもしょうがないもんね。しつこくこうやってやってって、もう嫌がらせしてって、あとはもう第2、第3のやつが生まれんようにするしか、ないっすもんね。まあ絶対払わんね。払うんだったらもう払っとるよね。向こうも楽だもんね、払った方が。そうそうですね。うん、で、やっぱりうるさいとこから払っとくじゃないですか。まあそうですね。まあそうですね。そうじゃないですか。多分大半が泣き寝入りしてますよね。うん、あれ、そう思いますけどね。それこそ大家さんが、言いましたね、電話で。家賃を一回もらってないんですよ。借りて5年間。あ、最初の月からもらってないんですよ。あ、そう。住んどる方のことですか。やっぱり倉庫借りとるんですよ。ああ、倉庫の、倉庫。で僕、まあ住んでたんですよね。この住所のとこですよね。あ、
なんだよ。で、てっきりずーっとここに住んどると思い込んどって、ここの家も見に行ったんですけど、はい、この毛の殻で、捕まった時に偶然彼女から電話がかかってきたんだ、彼女の家が分かったけど、あ、逃げられたなと思っちゃって、はい。彼持って、はい。もう住んでなかった、特に俺、あ、家まで見に行ったんですか？はいはい、アパート。ですか？アパートアパートです。でも住んでないですか？住んでないです。だけどこれって、身分を、はい、住所を全然違うとこ提出しで。そうそうそう。それ、詐欺にならんのですかね？どうなんでしょうね。これを警察にでも持ってったよね。持ってった。これ。じゃあそこの住所に住んでない。住んでないって言っても、何にもだったよね。別にそれってもう詐欺ですよね。そうです、ね。嘘ですよね、うん。会社の住所も多分ここにしたんですよ。あ、今。名刺もこれだったもんで。今に借り取るは借り取るんですかね。いや、もう、借りてないって言ってました、彼女は。だったら詐欺は詐欺ですよね。うんもう一つ警察に言わなかったのが、いろいろ嘘の領収書を送ってきたんですよ。はい。それ言ってなかったんですけど、警察に。はい。お金借りる理由としてですか？いや、振り込みましたって。あんまり俺がしつこいもんで、ほんじゃあ、はい、領収書を送ってきてくれって。ああ、ルイ・メイさんみたいな、送ってこいって言って。うん。そしたら送ってきたんですけど、こうやって。これ偽装なんですよ。マジっすか？はい。自分で作って、どうやって作っとんのかよくわかんないですけど。ええー？取り込まれてないんですよ。2回ぐらいやったんですよ、それを。そして、2回目の時に、あ、もういいですわ。これ持って警察に私文書を偽造で、はい、訴えるもんでって言ったら、それっきりこの領収書を送ってこんようになりました。これでも詐欺じゃないですか？多分警察行ったら詐欺かもしれないですけど、取りやってくれるのかね。わかんない。ちょっとこれまた後で LINE 交換して送ってもらえるんですか、はい、僕も一応会社で顧問弁護士みたいなのやっとくので、はい、ただで相談できるんで、はい、とにかくやっぱ弁護士も言うように、なかなかやっぱ詐欺で一見するっていうのは相当ですよね。もう相手も分かっとるっつって。そう、相手もね、分かってるからそういう行動を移したりする。この辺は、そういうことですよ。この辺は35万一括で返してくれって言ったら、12月10日振り込みましたって感じで。すごいっすね。はい。その後、すぐ2万円、本当に振り込んできたんですよ。はぁ。その時は振り込まず。やばいと思って。次、うん。あ、私文書偽造なもんで、あ、このまま警察提出するもんでって言ったら、はい。すぐ振り込んできましたよ。ほんで、振り込まれて、こっちから連絡入れんかったら、そっちがギャー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 言って、振り込みの確認もしんのか、みたいな。切れてるのかって言って。やばいな。お金をこれ取りに来た時に、あったでしょ、渡した時に。ほんと俺一回会ったのは12月の本当に年末ぐらいに、お金返すもんでコンビニ来てくれるって言ったので。あ、そうそうそう、コンビニ走ってったんだ。じゃあ俺、あ、走ってた。会社の帰りに、本当に来たんですよ。おー、はい。うん、俺、誰かその辺で見張っとって俺連れ去られんかな、みたいな。警察に電話してから行った方が良かったかなと思いながら、まあ、はい、今までみんな俺でいいかと思って。はい。で、行ったら、申し訳ありません。お金用意できんかったもんで、年越しに、マンションの仕事をやってるもんで、大きいお金入るもんで、11日に払いますんでって言って、そこで捕まっちゃったんですよ。警察に。それっきり。はい。1ヶ月間、拘留されたんですよ。で、そのマンションの仕事やってるのも本当かどうか分かんない。本当かどうか分かんないです。それもう嘘だと思う。多分あったのは、もうなんか自分で捕まるって殺気しとって、まず、こっちを封じ込めていこうと思ったんかなって今思ったんですよ。ああ、そういうことですか。警察にいらん話をいろいろして、あっちもこっちも、罪が重なるのが嫌だったか。ああ、そういうことですね。勝手に想像ですよ。これ、比較サイトはまだ今でも載ってるんですか？あれって何見えんか。勝手に紹介してメールできて、この5社ぐらいで選んでくださいみたいな。ああ、そうですね。うん。で、ここもちゃんと、なんか、注意が結構したったんですよ。今見て、ずっと見てなかったんですけど。あ、本当ですね。いつまで経っても工事が終わらない。そう、それなんですよ。トラブルで。ね、トラブルで。そのことかなと思っちゃって。分かっとんならなんで業者入れるんかなと思って。多分ここにもお金払ってないと思うんですよ。だっていつまでもこんな業者使っとったら、どんどん被害者増えますよね。知っとるような気がするんだけどね。お金支払ってないと思うんで。例えばこれ仕事取ったら何割って払うんじゃないですか。そうですね。一回聞いてみます。もうお名前出してもいいですか？このここに出る。あ、別に全然いいですよ。ここに、はい、まあ、これ話聞いて、はい、あれですけど、今でも登録しとんのかと、はい、結局、まあ僕は一つ思ったのは、こういうところが協力してくれたら、そういうことで認知しとったら、これって確実な証拠になるじゃないですか。そうですね。そうですね。詐欺になるじゃないですか。うん、その、こことは契約書を回しとるのに、やってない。はい、これはすげえな、でも。俺らも知っとるやね、乗り換え道場でやっとったけど。そう。ちょ、ほんとに。ごめんなさいよ。この辺に宣伝がないですよね、愛妻商法。ああ、そうですね。まあでも本当に塗装は、訪問販売がやっぱり多いから。そうですね。被害とか詐欺とか、この何百万、僕らが100万円でやってることに200万、300万でやられる、やっぱお年寄りの方とか、多いです。で、何って言ったら塗装ってまた10年、15年に1回じゃないですか。うん。
だからリピート性がないから、やっぱインチキ業者が入ってくるんですよ。うん、やっぱりリピート性があると、ちゃんとやっぱきちっとした工事して、またじゃあキッチン変えたら今度お風呂変えてもらってとか、うん、トイレ変えてもらってっていうのがあるじゃないですか、うん、あるようになると。だけどなかなかやっぱ塗装って十何年に一回だから、そうですね。リピート的な次の。そうですね。そうですね。そうですね。やらせてもらおうかね、うん、今度の時は。そうですね。もうこれで、あの、よそ頼むから、もう怒りますよ。逆に怒りますよ。よそでやっとるやんかって。ちょっと僕また一回調べて、はい、ちょうど本当それこそ、来週の火曜日です。はい。に、13時に、のお宅で、その美容師の方とか会って、いろいろ話するんで、またちらっと僕もこの話しとくんで、はい、を集めて、何かやっていくしかないですよね。LINE 聞いてもいいですか？あ、全然大丈夫ですよ。あ、よかったらお茶。あ、いただきます。ちょっとでも、なんとか一緒にみんなで、あの、彼取り立てましょう。うん、結局何っていうと、まあ、僕の周りとかでも、まあ、こういう方するとどうかというのもあんまり使えんで、もう一回止めますね。あの、あれですけど。日付出せよ。まずってね、日付出すこともできんってこと、会う気ないってことでいいな。じゃあ、言っとるやんけ。じゃあ、日程出してくれよ。まあ、いいわ、逆切れ、ストライディング。お前、いつものパターンやん、お前、さ、もう。まあ、いい。はい、じゃあ、もう、意味がわからんすけど。